2008年のスーパー GT は2008年3月15.16日に鈴鹿サーキットで開幕し11月8.9日に富士スピードウェイで閉幕した全球戦のシリーズである特別性能調整の復活2007年シーズンの単一車種の独走や2009年車両規則の前倒しをした車両の参加を認めた結果2006年に GT500 クラスに導入された 特別性能調整が復活した。開幕戦及び第2戦での車種ごとの決勝レースのラップタイムを比較し、一定以上速い車種には、その速さに応じて10から6 0ラムの重量を以降のレースで加算する。その結果、第2戦より GT-R には5 0ラム、レクサス SC430 には4 0ラム、加算されることになった。蒸気以外に、 NSX は開幕戦より、車両最低重量に 50kg 加算し 1150kg と、する、ハンディウェイトの搭載上限は、車体重量が 1200kg になるまでとし、それ以上の性能調整は、リストリクタ小道の調整にて行われる。第2戦終了後に、サイド車種ごとの性能差を比較した、結果、第3戦からの性能調整が、 GT-R は 50kg から 80kg に、NSX は 50kg から 40kg に、レクサス SC430 は 40kg から 0kg に見直されることになった。第5戦終了後にサイド車種ごとの性能差を比較した。結果、第6戦からの性能調整が、GT-R は 80kg から 60kg に見直されることになった。 従来任意団体として運営されてきたシリーズ運営母体の GT アソシエーションが4月に株式会社 GT アソシエーションとして正式に法人化された。詳細はスーパー GT 経営問題を参照レース中に車両同士の接触等があった際、従来は原則として後ろから押した側に無条件でペナルティを犯すとの基準を示していた。同年より ドライビングスタンダードオブザーバーとして、服部直樹を起用し、レーシングドライバーの目線からどちらの車両により、問題があったかを判断して、ペナルティを課すようになった。この年のマレーシアラウンドのイメージガールは当時、スタイルコーポレーションに所属していた、黒沢琴美と佐々木彩美が務めたが、この二人以降、マレーシア戦イメージガールのスタイル所属者起用は2012年の、 高橋と趣味まで4年間途絶えることになる。スーパー GT イメージガールスーパー GT、バレーシアラウンドイメージガールも参照 GT、RGT500 使用日産自動車陣営は GT-R に車両を変更するが、2009年車両規則を先取りしているため、ホイールベースの延長や前高と前幅とが NSX と同じ寸法に変更されていると、これまでより大幅な改造がされている。 特別性能調整により、最低車重が、第2戦では 1,150kg、第3 0以降は 1,180kg、第6 0以降は 1,160kg に変更された。トヨタ自動車陣営は、2007年と同様に、レクサス SC430 を使用、特別性能調整により、最低車重が、第2 0では 1,140kg に変更されたが、 第3戦以降は 1100kg に戻された。ホンダ技研工業陣営は2007年と同様に NSX を使用するが2007年の他社との競争力から特別性能調整が行われ最低車重が開幕戦より1 1 5グ k g とされたが第3戦以降は 1140kg となった。レギュレーション改定により2007年に製作された。 車両は2008年も使用しなくてはならなかったが、ベース車両を変更した日産勢は新規制作した車両を投入した。その後、車両の安全性に問題が発見された。ゼントセルも SC430 も第6戦に新規制作車両を投入した。アルタは、シャシーを新造したアスルガライアで参戦。エイプリルは2007年までのトイストーリーから、 同じディズニー配給のアニメーション映画作品、カーズの主人公である、ライトニングマックイーンをモチーフにした、ライトニングマックイーンエープリル MRS へ車両を変更。チーム名も、トイストーリーレーシングから、カーツレーシングへ変更し、絶ンナンバーも95となった。なお、MRS は2008年シーズンで参戦を終了し、後継は、 ミッドシップに改造されたカローラアクシオを使用。チーム竹内とレーシングプロジェクトバンドーはホーミュラ日本用の RV8J 型エンジンを使用し、ミッドシップに改造されたレクサスイズ350での参戦を発表。第3戦より参戦した。クースコレーシングは前年の GDB 型インプレッサで参戦。当初は第2戦まで最終戦においてチームより 来シーズンは車両を変更する、胸のコメントが出されたものの、一点参戦そのものが休止された。ジム・ゲーナーは、フェラーリ・カイ430に車両を変更したが、この車両は、前年のフェラーリ360モデナにカイ430用のヘッドライト、テールライト、エンジン等を移植したものである。第5戦からカイ430を改造した車両に変更される予定だったが、 最終戦でも360改めのままだった。A&S レーシングは3年ぶりに C6 型コールベッドを使用、第3戦、第6戦、第9戦にエントリーするも、予選を通過することができず、決勝に出走はしていない。BMW 専門店、ストディは、浅田レーシング、グラッドジャパンとのジョイント体制で、BMW Z4 に M クーペを投入、第6戦、 鈴鹿 1000km から参戦。当初は車両の不具合などで予選を通過することができなかったが、最終戦のみ決勝に出走、入賞圏外ながら、完走を果たした。エンジンは E39 型 M5 用の5リットル V8 が積まれ、ボーカロイドシリーズの初音ミクがカラーリングされている。また、チームモラは最終戦のみ同シリーズの鏡オンリンレーンにカラーリングを変更した。 タイアイコール B、ブリジストン、Y、横浜、D、ダンロップ、M、ミシュラン、K、クムホ、H、ハンコック GT500、編集 GT300、編集 GT500、編集 GT300、編集、ご報告、黒沢琴美、ビバスマイルな毎日2008年4月16日、みんなに報告、佐々木あやみのあやみの、 ドキドキツアー2008年4月16日佐々木は2011年のスーパー GT でもマレーシアラウンドのイメージガールを務めた2007年第8戦で GT300 車両とクラッシュしていたレギュレーションによりピットスタートのペナルティを受けたチーム竹内は開幕戦を欠場し第2戦から参戦する予定だったが車両の完成が間に合わず第3戦からの参戦となった レーシングプロジェクトバンドは、第2戦まで前年と同じ FR のセリカを使用、RD69 のみナンバー170。これは、ドライバーの石橋義造選手が GT 出場通算100戦目となったため、第2戦は、ローリングラップ中の事故により、決勝レースが中止された。日産陣営でのモテギ勝利は2000年以来8年ぶり、予選1回目で、 マシン規定違反によりタイム抹消されたため最後尾となった。ありがとうございます。